変電設備の、まあ、落書き等の対処法という形でちょっと説明をしてみようかなと。で、今回ちょっと落書き等っていうふうにしてる理由としては、まあ、1と2に分かれていて、まあ、落書きとか、まあ、あと板材のステッカーとかっていう感じで、まあ、2つ一応同じ感じでくくれるから、まあ、同時には使えるかなっていう感じで。で、まあ、なんだろう、変電設備とは何かっていうようなお話だと思うんだけど、まずその変電設備がなんだかよくわからないっていうようなお話と、あとこれって一体何なのっていうようなお話だと思うんだよね。で、まあ、図に書いてある感じで、まあ、ちょっと、まあ、四角い箱みたいなものがあって、それがまあ道路上にあったりとか、まあ、民地にもあるのかな、敷地内とかにもまあたまにあるのかなっていうようなお話なんだけど、で、色としては基本的に、まあ、下に、まあ3種類あるんだけど、黄緑とか、まあ灰色とか茶色があって、この黄緑がとりあえず一番多いかなっていう感じで、で、私自身が情報提供して、まあ、改善を確認したものは黄緑だけかなと。で、灰色に関しては、ちょっと改善を確認してないっていうようなお話で、茶色に関しては情報提供もしてないかなっていうような状態かな。だからまあ、黄緑の、まあ、事案において、灰色、あ、いや、待てよ。灰色は1件改善されたかな。そうだね。ちょっとアテナになってるけど、灰色は改善されてるね。まあいいや。で、そんな感じで、で、方法としてはまあ大体、その、なんだ、電柱のやり方と同じなんだけど、ただ、まあ、なんだろう、東京の場合は、まあ、電力会社が東京電力だから、まあ、東京電力に、まあ、電話をするみたいな感じで、あとは、まあ、場所、要するに住所とか、あとは、その、まあ、なんか図に戻ると、左下に大体、左下だよね、まあ、大体左下に、まあ、番号プレートみたいなのがあって、で、まあ、なんだろう、右の文言にちょっと映るけど、まあ、名称と数字、で、大体その番号が大体構成されて、プレートが構成されていて、まあ地名との、まあなんか一文字が多いんだけど、それと、まあなんか OE の他とか、多分これ変電設備の変なんじゃないかなって思うんだけど、まあ変っていうのがまあ組み合わさってるような、まあ、番号になってるかなと。だからまあこれを伝えてあげると、基本的にまあ向こう、まあ電力会社、所有者、管理者がわかりやすいから、改善しやすいのかなっていう印象だねって。こんな感じ。